東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩バーラブ、第163回、始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの高一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃん、こんにちは。こんにちは。どうですか、風邪とかは引いてないですか？おかげさまでまだ大丈夫です、ね、高一さんは大丈夫、うん、ぐっと冷え込むようになりましてね、うん、塩原の山々も何回か山は白くなったりとか、そろそろ次は里に降りるかななんて心配をしていますが、まあそういう季節だからもうしょうがないよねというのもね、地元の人の反応ですがね、うん、まあちょっと紅葉の方も寂しくなってきました。さあ、今日も楽しく番組を進めていきます。最初のコーナーは塩原で起きたあんなことこんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原事件帳。今日はこのスポーツの話です。ん塩原中学校同窓会は、いろいろな球技大会 を催しまして、卒業生同士、学年を超えた、ね、卒業生同士の親睦を図っています。このほど同窓会バレーボール大会が開幕。再活ボールといういびつな形のボールを使った、まあ、レクリエーションスポーツ、ね、こちらで、競技がスタートしています。日程は11月の18日、25日、12月2日の3日間、まあ、いずれも火曜日の夜、塩原 B&G 海洋センターの体育館で行うということなんですが、フロキンちゃん、再活ボール、ね、お話をしたことがありますが、どんなボールか、どんな競技か知ってます？確か前番組で聞いたと思うけど、うん、バレーボールをやるんだけど、うん、ボールがちょっといびつで、そういびつで、うん、ちょっと柔らかいんだっけ？そう、うん、空気で膨らませて、なんていうんだね、ビーチボールみたいな感じのね、うんうんうん、でこう打ってもとんでもない方向に飛んでっちゃうっていう話だったよね。 そしてワンバウンドしてから取るっていう、最初の1球目をワンバウンドしてから取るというルールがあるので、うん、そのいびつさゆえこっちに飛んでくるかと思うと、あら右の方行っちゃった、よし後ろで構えていたらあら前に跳ねちゃったなんていうので、そのワンバウンドのねところに面白みがありますね、うんうん、なので強く打ったからといって決まるわけじゃないし、なるほど、ふわふわふわっと飛んだのにそのままコロコロってね、うんうん、絶対取れないみたいなのもあるということでね、もう非常にいい和気あいあいではありながら、うん、すごく真剣にやらないとボールがつながらないところもあって、うん、ああそうか、勝負となるとまたね話は別だ、難しいといえば難しい、うんうん、ただこう差がつきにくくて楽しいといえば楽しい、うん、ね、秋でも外の空気ね冷えてきましたけど結構汗もかくね、うん、熱の入ったスポーツとなります。さあ、最初の2日間は予選リーグ、そして最後の1日が順位決定戦という形になりますが、さあ今年はどのチームが優勝するのでしょうか。ローカルニュース塩原事件帳、今日は塩原中同窓会バレーボール開幕という話題でした。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？塩原の観光巡りにバスを使っています。まだ時間があるなあ。あれ、指湯がありますよ。指湯って一体何かなと思って来てしまいましたが、こちら本当に指だけを入れるお風呂、熱いだそうです。あ、じわじわ温まってきますね。こちらに地図が貼ってありますけれど、何何
地域の方々が力を合わせて作ったそうです。手仕事の多い方、特に女性などに指を温めて血液の循環を良くしてもらいたいっていうことなんですね。ん？2箇所あるそうですね。どこだろう。あ、もう一つすぐ近くにあるそうです。向こうの方かな。行ってみましょう。なんだこれ、リアルな指湯の看板です。この階段を降りていくみたいです。もう一つの指湯はここにありました。塩原を流れる大木川の岸辺ですね。僕の後方からは歩道もありますので、散歩してきた人がちょっと休むのにもいいですね。足湯は知ってましたけれども、指湯もなかなかいいもんですよ。塩釜地区の皆さんの手作り指をご紹介しました。塩バーラブ、ホッとするよ。知らなくてもいいけれど、知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニア Q。 塩原のあれこれを三択のクイズにして、フロフキンちゃんに答えてもらってます。最近ちょっと旅館のクイズとかね、建物のクイズとかをしてきましたが、まあ旅館、今回はちょっと旅館のにちなんだクイズにしようかなと思いまして、さあ塩原温泉、まあ塩原のエリアには源泉、まあ、温泉の湧き出し口ですね、どのくらいあるかご存知？いっぱい。いっぱいだね、それどのくらいって意味になんないよね。はい、怒られた。ね、150カ所ぐらいあります。で、昔の塩原町まで含めると200あると言われています。昔、まあその合併をする前のね、なのでね、ちょっとどちらの数が出ることかね、いろいろありますが、まあ、塩原温泉エリアには150カ所も源泉がありまして、いろんな種類のお湯も出てるんだよね、そのお湯全部ただあったかい同じお湯ってわけではなくて、いろんな成分があったりとか、いろんな匂いがあったり、色があったり、本当にバラエティに富んだものなんですが、そんな温泉の中に実はこんなのがありますよというのが問題です。塩原の温泉の中で胃腸に良いとされ薬の材料となった温泉があるのはどこでしょう、どの旅館でしょうというのが問題。はい、胃腸に良いとされ薬の材料となった温泉があるのは、まあ、今は この薬はないんですけれども、昔ですね、その温泉を利用して、丸薬、まあ、飲む薬ですね、が作られてたそうなんですよ。さあ、次の ABC3 つのうちから選んでください。 A 大網にある田中屋、A 大網の田中屋、B 古町にある会津屋、B 古町の会津屋、C 元湯にある恵比寿屋、C は元湯の恵比寿屋。さあ、この3つの施設のうちどこかの温泉は薬の材料となった温泉が湧き出してるんです。さて一体どこでしょうか。答えは耳寄り観光情報の後です。せーの、耳寄り観光情報。さあ今日の耳寄り観光情報は、この間ね、番組の中では今度あるよっていうね宣伝をしていましたが、その結果という感じになります。さあ、前回番組の中でご紹介したのは、もみじ谷大吊橋に恋人の聖地のモニュメントが
完成、ね、お披露目となりますという、ね、話題だったんですが、うん、今日はさあどんなモニュメントがお披露目となったのかをご紹介したいと思います。ね、塩原温泉の数ある吊り橋の中で一番長いもみじ谷大吊り橋、その長さはなんと320メートルありますが、うん、この場所平成25年の4月に恋人の聖地に選定をされました。全国に恋人の聖地は現在129箇所あるそうなんですが、この塩原のね吊り橋は確か118番目にね、選ばれたものです。栃木県内にも聖地は3箇所あります。塩原と那須高原の展望台、それから足利の織姫神社、ね、この3箇所がありますね。で、この恋人の聖地に選定をされると、恋人の聖地っていうプレートをもらうことができるんですが、うんうん、それをどこかに掲示してくださいねということになってまして、まあ、それはもちろんお店の中でもいいし、額かなんかに入れて飾っておくだけでもいいんですが、やっぱりモニュメントを作るというのが比較的定番、うんうんね、そこで、この吊り橋を管理する、高原森林組合、森の駅という、ね、事務所がありますが、こちらと、塩原温泉観光協会が協力して、どんなモニュメントを作ったかというと、さあ写真をご覧いただきます。こちらのモニュメントを作りました。すごい、わかる？ちょっとね色合いがね、うん、背景と被るかなと思うけど、うん、ご覧いただけますでしょうか、うん、どんなものか分かります？鷹。お、鷹です。鷹は鷹でも？熊鷹。お、すごいね。うん、そう、熊鷹。この吊り橋の周辺には、国内でも、希少なね、動物とされる熊鷹が住んでいるということなんですが、うん、そのね熊鷹のまあ夫婦、まあ、カップルですね、うん、をモチーフにしたモニュメント。うん、ねこれ。木でできてますけれども、うん、杉の木です。へ、ね、台座がね見えますかね、うん、はい、台座のところが直径80センチぐらいの杉の木。お、大きいね。樹齢どのぐらいなんだろうね。本当に立派でね、うん、もう重くてもう数人でも動かすのが大変って言ってましたけどね、うん、そこにさらにその上には、オスの、ね、熊鷹についてはこう翼をバッと広げたものですね、うんうん、そしてメスは傍らでちょんとこう見ている感じ、うんうん、作者の方、沖田徹さんという方で、宇都宮市に住んでる、ね、大工さんなんだそうです、ね、その人がこう、ね、やはり仕事で使うチェーンソーを使って削り上げたもの、うん、すごいね。チェーンソーだけでこう削っていくんですね、そんな細かい動きができるんだって。そう、すごい細かいの、ね、本当にね、本当に細かいとしか言えないねえリアルなね、うん、そしてね目をちょっと入れてあるのですごくこう今にも飛びそうな、ね、うんうん、そんなものなんですが、このね、2羽がちょっとこう首を向け合ってるね、目を目線を合わせてるのね2羽が出会って、うん、ちょっと意識し始めた、うん、そんなところをモチーフにしてる。そうか、まだつがいじゃないんだ。そう、カップルが誕生するっていうところをね、実はねモチーフにしてるそうなんです。なるほど、ね、すごい、うん、いいじゃないですか、うんうん、はい、ね、でその、ね、2羽の間には恋人の聖地というねプレートをねありまして、その前写真ではちょっとわからないんですけど、実はねハート型をした、ね、木を丸太をねハート型にくり抜いて、ハート型のベンチになってるんです。でそこのベンチに座って2羽、うん、と一緒に、そしてバックにもみじ谷大吊り橋を移してほしいということでね、この場所に設置をされました、うん、足元の、ね、整備などこれからもう少し進めていくということですが、ね、たくさんこの場所に、カップル、うん、もちろんカップルもですけどご家族連れとか、ね、うん、お友達同士で訪れていただいて、記念撮影をしてもらえたら嬉しいですね。実はこのもみじ谷大吊り橋では塩原の名物グルメを提供し始まったんです。うんうんうん、知ってます？はいはい、スープ入り焼きそば。さすがグルメ通。うん、そうなんです、うんって言った今、はい、ね、
スープ入り焼きそばといえばあの店とかあの店じゃないのかなってね、思いますが、新規参入型ですね、はい、ちょっと味が違う、ちょっとスパイスが違う、食べてみましたけどね、美味しい、これ。あ、本当、あのやっぱり焼きそばのこう炒めたソースの味と、スープに隠されたスパイスの、その味と香りが、おなるほど新しいタイプだなと、いうことなんですけど、さてどんなものなのか、ぜひこれはね食べてもらったり、なんかねまたカップルでこの辛い熱いものを食べて、そうだね、辛い、辛い、辛くはないのか、あでもこの間その森の駅のレストランに行ったら頼んでる人多かった。あ、本当、やっぱりね塩原に来たらという思いがね、ここで実現したのかなという感じでね、どんな風にねこうモニュメントもですけどね、このスープ焼きそばがどんな風に育っていくのかも楽しみですね。はい、まあ、冬になりますとね、お釣り橋を訪れる人ちょっと少なくなってきますけれども、こんな時こそ貸し切りの釣り橋というのもいいかと思います。ぜひ訪れてみてください。以上、耳より観光情報でした。さあマニアッキュー答えの時間です。今日はねフロキンちゃん得意そうな気がします。いや、はい、今日の問題は、塩原にはたくさんの源泉、ね、温泉の種類がありますけれども、その中で胃腸に良いとされ、これすんごい大ヒントなんです。薬の材料となった温泉があるのは、どこでしょうか。大ヒントと言ってもねうーんって思うよね、はい。A は大網田中屋、 B は古町会津屋、 C は元湯恵比寿屋。フロフキンちゃん答えをどうぞ。A の田中屋さん。 A の田中屋さん、うん、なるほど、残念。いやブブー、ちなみに田中屋さんのお風呂はですね、硫酸塩泉となっていて、塩原の中では硫酸塩泉はこの大網地区だけなんですね。で、どこに良いか、まあきっとね胃腸なんかにもいいかもしれないけれど、硫酸塩泉の特徴は肌にとても優しい、切り傷とかね火傷とかに、肌に潤いを与える温泉だと言われています。なるほど。ではB の会津屋さん。 B の会津屋さん、残念。元湯ですね、はい。 B の会津屋さん、塩原の温泉はとてもまろやかで、メタケイ酸と呼ばれる成分が多く含まれるお湯も多いんですが、実はこの会津屋さん、塩原の中でもそのメタケイ酸を含む率というか、含有量というのがとても数値が高い、これ美人美肌の湯と言われていまして、フロフキンさんのように肌の美しい、ね、肌の美しさを保つのにいい、なので A と B のお風呂、非常に美肌良いお湯ですが胃腸薬ではありません。ということは C、 元湯の恵比寿屋さん、はい。恵比寿屋さんのキャッチフレーズ、胃腸名湯、胃腸の名湯、ね、というふうになっていまして、胃腸に非常によく効くとされています。硫黄系じゃないんだっけ。硫黄です。だよね。そう、硫黄とあとはね炭酸分が強いお湯にもなっているんですが、そのね含まれている成分どこがいいのかというのは、ごめんなさい専門知識がないのでねご説明できないんですけど、非常に胃腸に良いとされていて、その温泉を使って、丸い薬ですね、丸薬が製造されていた、ね、その、ね、作られていた証明となる書類なんかが館内にも展示されています。でね、飲んでもよかったらしいんですけど、本当にこの間ね
旅行に訪れたお客さんが、うん、もう30年ぐらい塩原に通ってるんだけど、うん、なんかご主人はなんか胃の手術をしたことがあって、うんいたんだけど月に1回2泊とか、うんね、しながら泊まってて、うん、もう今ピンピンしてるのっていうので、うんまあ、本当にお湯のパワーというのはね計り知れないものがありますが、うん、実際にここのお湯に浸かって胃潰瘍とかが良くなったよっていう話も聞くので、うん、そうかでも陰線あるもんね、うん、考えてみたらそうまんざらね、バカにできるものではありません、うんね温泉のこ、ね、力というのは、まあ、人それぞれによってねもちろん効果は異なるんでしょうけれども何かしらこうね、うん、大地のパワーが入ってるんでしょうね、うん、はいということで今日のマニアッキュー胃腸に良いとされたされているお湯元湯の恵比寿屋さんでした。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？こちらの宮島釣堀園に来ています。ここ釣堀マスの塩焼きとかもありますけれども名物料理があるんですね。これにありますねジンゴ焼き、どんなものかご紹介したいと思います。昔々この上塩原の地域は農業とそして山の恵みの中で生活をしてきました。2月と11月このようにお米でですね山の形のおむすびを作り重ねえごまの味噌をですねつけて焼いたもの、こういったものを山の神様にお供えをして感謝をしていたそうです。こちらのお店ではジンゴ焼きという名前でこの名物郷土料理を食べることができます。そしてこちらは宮島釣堀園なのでね、生き生きとした、まあ、元気いいですね、マスの塩焼きを食べることもできます。合わせていかがでしょうか。宮島釣堀園さんでした。では皆さんもご一緒に塩バーラブ。続いてのコーナーはふるさとを愛する気持ち、塩原を愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩バーラブ。今日の事件帳のところでお話ししたのは同窓会バレエでしたが、うんうん、バレエといえばいろんなバレエがありますよね。で、今日はですね、なかなか私、昔はね走ってたんですよすよとか言って、うん、すよ、うん、そうマラソン大会なんかにも出たりしてたので、はいはい、そうだよね。そう大会に出るにあたっては、もうねその日直前ねいきなり走るわけにいかないので2ヶ月とか3ヶ月かけて体を作ってというかね足腰をやっぱ走りに対応できるようにね、うんトレーニングを積んでということだったんですけど、最近はマラソン大会にも出てないし、うんまあ、つまりは走ってもいない、うん、非常に運動不足となっていまして、うんうんうん、ちょっと太ってきたんじゃないのと言われてたるんできたんじゃないのと言われて顔が丸くなってきたんじゃないのと言われて、確かに顔が丸くなってると思うんですけどね。運動したいなと思っていましたところ、うんね、以前も行ったことがあるんですけど塩原小学校、まあ、今塩原小中学校ですけどね、小学生のバレエの練習が、学校の授業が終わった後の夕方ということも、まあ、もちろんあるんですけど時々夜間練習を行うんですね。だいたい時間は、夜の6時から8時とか、うん、で、学校の体育館であったり先ほど出てきた、B&G 海洋センターの体育館を借りてとかであったりなんですけど、じゃあせっかくねちょっと仕事の方も夜までこう残業残業とかいう時期でもなくなっているので、うん、運動したいなということで、この小学生チーム塩原スマイルと言いますけど、じゃあこの練習に行こうということにしまして、うん、11月からですねちょっとずつ行き始めているんです、うんうん、まあ、もちろんね、
バレーボール怪我も心配ですから、まあ、最初のうちは本当に軽くね、パスをやったりいいね、まあ練習のお手伝い程度なんですけど、まあ、少しずつ慣れてきたら、ね、せっかく小学校のね、今5、4、3年生が部活やってるんですけどね、うん、まだまだ練習始めたばかりの子も多いようなので、まあ、基礎のところとかをね教えてあげたらいいかなと思って。教える方、まあ、教えるのも、うん、うんうん、まあ、自分の運動のためにとは思ってはいますけど、やっぱりね、高校時代からバレーボールやってきたので、うん、まあ、お母さんたちだけだと、まあ、バレーボールやってないお母さんもいたりするので、うんうんうん、まあ、いくらかでもね、そのやってきた、まあ、知識というか、うん、ね、練習の仕方とか、ボールの扱い方とかそういったものはね教えてあげられるのかなということでね、まあ、どちらにもこう役に立てばいいかなという感じですよね、うんうん、この塩原スマイルですね、5年生が、まあ、女子のバレーですけど5年生1人しかいないんだそうです、うん、でその下が4年生ばかりなんで、4年生ってまだ本当に小柄なのね、うんうん、でちょっとボールも大きいボールで、大変だなっていうところですけど、まあ、6年生が引退して、6年生はすごくみんな背が高いんだけど、うん、4年生はみんなまだ小粒ちゃんなのね、うんうんうん、なので、ここでね、基礎の部分しっかり教えてあげればこれから4年5年6年とねやってるうちに、上手になってね試合でもこう活躍できるようになるかもしれないかなと。であと3年生は今まで球拾いとかが多かったようなので、本当にまだボールを扱い始めたばかりのようで、うん、大丈夫なのってぐらい、うん、か細いんだけど、うんうん、でもね、みんな楽しく、まあ、聞いたら楽しいですって言ってたので、うん、そのね楽しさをとにかく教えてあげて一緒にね、運動できたらいいなと思っています。うん、うん、まあ、塩原のね、地域はバレーボールが結構盛ん、まあ、今ねやる人ちょっと減ってきましたけど、先ほどの再活ボールであったり、うん、また婦人バレーボールとかソフトバレーボールとかいろんな形で、体育館ですね、あの天気とかに左右されず体育館で、こうしたバレーボールをやっている人たち多いので、まあね、将来のプレーヤーを育てるという意味でも長い目でなるほどやっていけたらいいなと思います。うんうん、まあ、痩せるのが一番重要だけどね。痩せんのかなバレーボールって。かなり自分の練習をしないとダメだね。運動量あるよね、うん、あのどん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 こうボール入れてもらってレシーブの練習してるともう太ももとかもね、うん、パンパンになるぐらいだからね。あ、もうあれだね、スポコン頑張る状態だね。みんなに鍛えてもらおうかな、逆に。よろしくお願いします。そうだね、そうだね、うんうん、はい、以上塩原ラブでした。最後のコーナーです。小一さん、何ちょっと教えてほしいんだけど。いやいや、いや、ロフキンちゃん教えてよ。そうなの、うん、ぜひぜひ。今度の土曜日になんか楽しいイベントがあるって聞いたんだけど。そうなんだよね、うん、はい、11月22日土曜日に午後3時から、門前のね、果物屋カフェ、うん、通りの茶屋藤屋さんで塩場ライブ in 藤屋、うん、なんと11回目です。そんなに経つんだ ね、 ね、うん、はい、まあ、塩場ラブと塩場ライブちょっと似た言葉でとか思ってましたんで、うん、ね、ご紹介と思ったんですが、うん、このね、藤屋さん実はとっても塩場ラブなご夫婦だよね、うんうん、最近毎日お店で塩場ラブ T シャツっていう T シャツ着てるんだよね。そうだね、でこの番組でも出てくるあの塩原ラブマーク T シャツになってて、うん、でこの藤屋さんの発案でね、うん、塩原を応援する人たちと来たいっていうことでね、うん、やってますけど、うん、そんなね、藤屋さんやっぱり通り街をね賑やかにしていきたいっていう思いの中で自分たちでできることというので始まったのが塩原ライブ、うんうん、11回目となる今回は原田圭介さん、うん、ご存知1回2回見たことあるかな、うん、ステージ、うん、どんなミュージシャンなんでしょうね。ギターを弾いて、うん、ギターの弾き語りっていうんでしょうかね、ああいうのはね、うん、あのいろんなカバー曲もあるんでしょうけど、はいはい、オリジナルのね楽しい、なんだろう、なんて言うんだろうな、
自分のその今までの生活とか、うんうん、その仕事の上とかでそういうのを歌詞にしたようなすごくこう親近感のある、うん、で印象的なのはやっぱり MC かな、なんかあおしゃべりが面白い、おしゃべりがとっても楽しいだなと思う、うん、なるほどね、うん、で、はい、その藤谷さんのライブって、うん、そのステージと客席がものすごい近いんですよ、うん、そうだね、ステージじゃないもんね、ステージじゃないよね、お店の一角に立って、うん、みんなが周りに取り囲んでっていう感じだもんね、もう本当このぐらいの距離ぐらいの勢いだから、うん、それがねまたそのミュージシャンにとってはやりやすいっていうのもあるんだって、緊張感もあるね、うん、あるだろうけどお客さんの反応がもうさ、うん、パンパンって返ってくる、うん、そうだね、うん、一番いい距離かもしれないよね、うん、すごくそのね藤谷さんのご夫婦の出す雰囲気とその優しい雰囲気と、うん、そのお客さんもまたそれに憧れてきてる優しい人たちが集まるからとってもいい雰囲気が毎回あると思う、ね、うん、ね、楽しいですよね、うん、で今までは夜やってましたけど、うん、まあ、冬となってきて、ちょっとね、まあ、まだあれですけど 日没も早いし雪道もね、もしかしてなんていうね、うん、心配があるとお客さんもね、ちょっと、うん、ではね、心配になってしまうということで今回は午後3時からで、5時には終了の予定となってますね、うん、で、やっぱり果物屋カフェ通りの茶屋藤屋ならではの、うん、とて焼きももちろんですが、ね、寒くなるとこれを食べたいというフルーツグラタン、うん、ね、こういったものを食べてそしてね、暖かい、ね、お部屋の中で音楽を聴きながらゆったりと過ごすということでね、うんうん、ちょうど連休の、ね、初日となりますからね、旅館に、ね、泊まりに来てる人なんかも立ち寄ってもらえるんじゃないでしょうかね、うん、そう、あの浴衣でね参加されるのすごくいいよね、うん、いいですよね、うん、はい、藤屋ライブ、ごめんなさい、塩原ライブ in 藤屋、11月22日土曜日午後3時からの開催です。フロフキンちゃんありがとう。どういたしまして。さあ、ということで、今日の番組終了となります。塩原プラスラブで塩原ラブ。